仙台市仙台復興記念館は仙台市都心部西部の広瀬通りと万水通りとの交差点近くの魚町通り沿いにある仙台空襲からの復興を記念して建設された公共施設。宮城野区、大白区、若林区における文化センターや泉区の泉文化創造センターと同様青葉区の文化センターとしての役割も果たしており、コンサートホール、 会議室等を備えている。2020年11月、仙台市は老朽化のため戦災復興記念館を将来的に廃止する方針を固めた。仙台市は太平洋戦争中の1945年7月10日に仙台空襲で市街地が焦土と化したため、戦後の1946年に戦災復興都市計画が策定された。 岩戸景気の中、1961年に復興関連書工事が完了すると、全国の公害問題を意識して1962年3月16日に、健康都市宣言を採択して復興後の都市計画の方向性を示し、1973年3月27日に森の都の環境を作る条例、1974年9月28日に、 広瀬川の清流を守る条例を制定していくことになる。このような戦災からの復興を記念し、15億9000万円をかけて当館は建設され、1981年4月に開館した。資料展示室の展示内容は、半世紀から現在までの仙台の歩みが網羅されているが、常実のような戦後復興期から高度、経済成長期を中心に展示がなされている。 なお、戦後混乱期の1945年9月から1957年まで、仙台にアメリカ軍が侵中していたが、その資料収集は、龍岡公園にある仙台市歴史民俗資料館が主に行っている。300席前後の固定席ホールがある仙台市の公共施設には、当館の他に仙台駅近くの仙台市シルバーセンター交流ホール、 五橋駅前の仙台市福祉プラザフレあイホールがある。2020年11月、仙台市は老朽化のため戦災復興記念館を将来的に廃止する方針を固めた。廃止後の仙台空襲や戦災復興事業の記録の保存や展示のあり方について検討されている。仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータは以下の通り、 ありがとうございます。